ATR は二つの航空機メーカー。フランスのアエロスパシアルとイタリアのアエリタリアが九百八十二年に起こしたコンソーシアムである。貨物機として使われる ATR42、アエロスパシアルは、イズを経て、エアバスグループに、アエリタリアは、アレーニアアイロナウティカを経て、レオナルド SPA に合流しており、現在は、エアバスグループとレオナルド SPA がそれぞれ半数の。 株式を所有する。ラインナップは、ターボプロップ機の ADR42 及び、ストレッチ型の ADR72 の生産に限定し、エンジンやアビオニクスの改良を繰り返すことで、完成度を高めている。同クラスのリージョナルジェットと比べ燃費が良く、貨物機としても使えるように大型のカーゴドアを装備しているなど、短距離や採算の取れにくい、 地方路線向けの堅実な設計である。また、グラスコックピットや炭素、繊維強化炭素複合材料を取り入れるなど、先進的な要素も取り入れている。また、半分出資するレオナルド SPA は参加に、アグスタウエストランドを抱え、同社の開発しているオータムウィンター6 0 9と ATR42 から 600S は、空港設置拡張困難な離島航路市場では、 競合する可能性がある。競合機のボンバルディア DHC-89-400 シリーズからの乗り換えを狙い、リージョーナル航空会社や大手航空会社の近距離路線向けに売り込まれており、カリビアン航空、アズールブラジル航空、トランスアジア航空、ロットポーランド航空、チェコ航空、日本エアコミューター、北海道エアシステム、天草クエアラインなどが採用している。 2003年にターボファンエンジン搭載のリージョナルジェットを生産すると発表したが、後に計画は中止された。フィンランド航空 ATR42ATR72 から500、エアードロメテいずれも最新型はマイナス600型である。リージョナルジェットより景色も燃費も良い特集、ATR シェーラー CEO に聞く日本戦略、小型旅客機の価格破壊者。 普通 ATR 参入で国産ジェットに新たな不安。日経ビジネス14ページ。新航空会社リンク ATR72 を日本初導入上場視野に。アビエーションワイヤー2014年7月31日閲覧。ATR エンターズザジャパニーズマーケット。ATR エアクラフトプレスリリーシズ2014年7月31日閲覧。 国土交通省、ATR 社製の ATR72 から212、A 型航空機の形式証明を交付。レスポンス。2013年10月28日閲覧。国交省、ATR72 に、形式証明交付リンクが14年春運行へ。アビエーションワイヤー、2014年7月31日、閲覧。天草エアライン。 期待更新を検討候補に付き。熊日、コム、熊本日日新聞。2012年12月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年7月28日閲覧。天草屋ライン、日本初の ATR42 から600を導入引き渡しは2015年末。フライチーム。2014年7月28日閲覧。 オリエンタルエアブリッジ ATR42 型の導入検討16年に更新期方針19年から20年に原油機構造寿命で旅行業界航空業界最新情報航空新聞社2014年7月28日閲覧日本エアコミューター ATR42 から600型機の導入を決定日本航空プレスリリース 2015年6月16日閲覧 https://www.avi-ati-on-wire.jp/.archives/.118369 北海道エアシステム ATR42-600 型、起発注に関する覚書を締結。北海道エアシステム2017年7月18日閲覧。 h t t p s w w w a v i a t i o n w i r e j p a r c h i v e ュ1 9 6 2 2 2ありがとうございます。